愛しただと？わかったぞ、これは夢だ。夢なんだ。戦いが始まるぞ。二人が片耳ずつつけることで合体できるという不思議なアイテムポタラ。悟空はそのポタラを手に戦場へ赴いた。そんな中、閻魔様の起点で死んだはずのベジータが悟空の前に現れたのだった。
こんなラジじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ、俺だって驚いているんだ。ここまで貴様を引き継ぎに出来はなくな。相当焦ってるんじゃないか。そこになるがいい。汚い族様、合体なんかしやがって。まだ分かってないようだから、はっきり教えてやろうか。無駄なんだよ、俺に勝とうとするなんて。貴様なんかがどう頑張ったって、いろいろやってみたけどやっぱり無駄だったみたいだな。もういい、わかった、頼む頼むから早く終わらせてくれ。さて、もう飽きてきたからそろそろ終わりにするか。相当焦ってるんじゃないか。もう少し遊んであげるつもりが、うっかり倒しちゃったよ。